メジャーリーグファンの皆さん、こんにちは。今日はここオリオールパークからボルティモアオリオールズ対フロリダマーリンズインターリーグの模様をお伝えします。実況は私谷口博明でお送りいたします。オリオールズのスターティングピッチャーはメジャー6年目のロペス、マーリンズのスターティングピッチャーはメジャー2年目のジョンソン。さあプレーボールです。まずは1回の表、先攻はマーリンズ。リードオフバッターはアギラ。フルスイング空振り、スラーブ決まってストライク。バッター追い込まれた。1球外してボール、スラーブ外れてボール。さあ追い込んでチェンジアップ打った、センターの前。ナタソン前進してくる、ヒット。マーリンズ先制のチャンスを迎えます。初球打った、ピッチャー抜けた、センター前ヒット。パターソンボールを取った。さあチャンスを広げました。バッターは3番ジェイコブス。マーリンズいきなり先制のチャンスを迎えています。カットボール打った、セカンド横跳び、ライト前ヒット。マーリンズ3者連続ヒット。さあチャンスを広げています。低め際どい球ボール。さあ1球目ボールから、カットボール見送ってストライク。外角外れたボール。さあバッティングカウントから空振り。さあ追い込んでから引っ張った、サード掴んだ、ホームアウト、一塁アウト、ダブルプレー。バッターは5番ヘルムス。初球から打っていった、ファール。さあ初球ファールから引っ張った、ファールボール。さあ3球目、1球外してボール。次は4球目、スリーアウトチェンジ。ヘルムス大事な場面でスイングアウト。1回の表が終わって0対0マーリンズ5得点で終了です。これから攻撃に入りますオリオールズ。さあまずは1番ロバーツ、注目の立ち上がり。ヒットの数では現在リーグトップに立っています。ライト線フェア、ファースト左横抜けていった、ヒット。続くバッターはヘルナンデス。さあ1球目ストライク、チェンジアップ。さあ初球ストライクからボール、インサイドわずかに外れた。ライト線に打球が飛んでいますが、一塁ランナー二塁から三塁へ、これもヒットになる。タッグアウト。バッターは3番ギボンズ。ここはランナーを返したいところ。現在6試合ヒットが続いています。タッチはアウト、盗塁失敗。そして2球目、外野は長打を警戒します。外角打った、大きな当たり、センター落下点、掴みました。これで3アウトチェンジ。得点には結びつきません。0対0、両チーム無得点です。これから攻撃に入るマーリンズ。先頭バッターは6番アバークロムビー。カーブはストライク、ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクからインサイド打った、これはヒットになります。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。低め打った、ラインドライブ、ゴーライン前に出る、これもヒットになった。アバークロムビー二塁でストップ。さあチャンスを広げています。バッターはメジャー2年目のウィリンガム。初球は決まった、ストライク。さあ初球ストライクから、これは見送ってボール、ワンストライクワンボール。チェンジアップはボール、ワンストライクツーボール。さあバッティングカウントからまっすぐ見送ってストライク。さあ平行カウントになってアウトサイド高め打った、二塁へトス、二塁アウト、一塁アウト、ダブルプレー。マーリンズ今日2つ目のダブルプレー。バッターはメジャー2年目のセピッキー。さあ1球目打ちました、バットの先、これはピッチャー真正面、一塁アウト、スリーアウトです。三塁ランナー残塁です。得点を挙げられませんでした。2回の表が終わって0対0マーリンズ、チャンスを広げることができません。これから攻撃に入るオリオールズ。この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。
先頭バッターは4番テハダ。打球はショートの左、一塁送球アウト、ワンアウト。テハダ内野ゴロに終わっています。そして次のバッターはモーラ。打った、バットのやや根元、内野へポップアップしてしまった。ジョンソンゆっくりと構えた、取ってこれで2アウト。ジョンソンピッチャーフライに打ち取りました。高めギリギリいっぱい、ストライク。真ん中打ちました。これはピッチャー正面、セカンド掴んだ、セーフ。記録は内野安打。バッターフォーライン。まずは1球目打った、バットのやや根元、ピッチャーの右、あっとボールを弾いた、一塁アウト。スリーアウトになりました。ファーストランナー残塁。2回の裏が終わって0対0、両チーム無得点です。これから攻撃に入るマーリンズ。この回1番からの好打順、先頭バッターは1番アギラ。ピッチャー取った、ロペス掴みました、ワンアウト。アギラピッチャーライナーに終わりました。インサイド引っ張った、サード右横、アウト、ツーアウトです。ウグラサードゴロに倒れました。続くバッターはジェイコブス。初球打った、いった、これはいった、打球が伸びていきます。入った、ホームラン、第4号先制ホームラン。オリオールパークに飲み込まれていった、初球から狙っていきました。現在首位打者のカブレラ。さあ1球目打った、バットのやや根元、センター左へのフライですが、センター落下点。パターソン掴みました、スリーアウトです。3回の表が終わって1対0マーリンズ、まずは先制しています。1点を追いかけますオリオールズ。この回のトップバッターはジョンソン。速球決まってストライク。さあ初球空振りから、ボール外れました。さあ3球目打った、少し詰まっているか、フェアか、それともファールか、ライト線フェアだ。アギラボールを掴んだ。バッターはパターソン。まずは1球目、一塁ランナー走った、サード掴んだ、一塁へ、ランナー二塁に進みました。さあ同点のチャンスにバッターロバーツ。ヒットの数では現在リーグトップに立っています。決まった、ストライク。まずは初球決めてきました。真ん中打った、これはセカンド正面、セカンドから一塁送球、一塁アウト、ツーアウト。ロバーツセカンドゴロに倒れました。さあ同点のチャンスにバッターフェルナンデス。打った、初球打ち、ショート抜けた、センター前ヒット。オリオールズあっという間に追いつきました。フェルナンデスセンター前タイムリーヒット。外野は長打を警戒します。一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。序盤3回を終了して1対1オリオールズ、この回1点返して同点としています。試合はこれから4イニング目に入ります。これから攻撃に入ります。先頭バッターは5番ヘルムス。現在6試合ヒットが続いています。ファール。さあ2球目、これはボール、真ん中打った、ショート左、ショート掴んだ、アウト、ワンアウトです。ヘルムスショートゴロに倒れました。バッターアバークロムビー、空振り、フルスイング、カットボール決まった、ストライク。バッター追い込まれた、高い球落ちました、センター前落ちるか、パターソン前に出る、ヒット。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。マーリンズここまで7安打。まずは一塁牽制、初球は変化球外側へ、ボール。さあ2球目、アウトサイドコーナー際どい球、ボール、ノーストライク2ボール。さあ3球目、決まった、ストライク。さあバッティングカウントになって、打った、切れていきます、ファール。一塁牽制、ワンアウトランナー一塁、ストレート打った、ファール。ラミレス粘っています。ピッチャーはロペス、高い球打った、レフトライナー、ワンバウン、これもヒットになった。アバークロービー二塁でストップ。
ラミレス2打席連続ヒット、マーリンズ2者連続ヒット。さあチャンスを広げています。これは内野フライ、これはやや上がりすぎたようです。これはインフィールドフライ、セカンド落下点、落ち着いて取りました。さあ勝ち越しのチャンスにバッターセピッキー、最初の打席はピッチャーゴロ、ピッチャーの右、ピッチャー取れない、一塁アウト、スリーアウトになりました。ランナー2人残塁です。得点には結びつきません。4回の表が終わって1対1、現在同点です。これから攻撃に入ります、オリオールズ。この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番テハダ、現在15試合連続安打を記録しています。バットを出しましたがボールは後ろに飛んでいます。さあ追い込んで空振り三振、見事なピッチング。バッターはモーラ、第1打席はピッチャーフライ、ストライク、チェンジアップ。さあ1球目空振りから直球見送ってボール、打った、バットのやや根元、ショートから一塁送球、アウト、ツーアウト。モーラショートゴロに倒れました。前の打席でヒットを放っているロペス、スライダー空振り、決まった、ストライク。さあ追い込んでからストレート打った、いい角度で上がっている、センター落下点、アバークロムビー、ボールを掴んでアウト、スリーアウト、チェンジ。最後はセンターフライに倒れました。4回の裏が終わって1対1同点です。これから攻撃に入るマーリンズ、この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番アギラ、真ん中打った、ファースト右横、一塁ベースを踏んでアウト、ワンアウトです。アギラファーストゴロに終わりました。バッターウグラ、ボール外れました、ノーストライクワンボール。さあボールワンからアウトサイドをつけた、打球は右中間浅いところ、ライト前進、ヒットになった。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。さあ1球目スラーブ打ちました、ファールボール。さあ初球ファールからストライク決まった。さあ3球目ボール外れた、2ストライク1ボール。マーリンズここまで9安打、投球ボール、キャッチャー二塁へ送球、セーフ。さあ追い込んで真ん中打った、掴んだ、ランナー二塁に戻ります。ジェイコブスセカンドライナーに終わりました。内野は深めの守備位置。第2球はカットボール打った、ライナーレフト、コーナイン落下点に入った、がっちりと掴みました、スリーアウト、チェンジ。セカンドランナー残塁、得点には結びつきません。5回の表が終わって1対1、現在同点です。これから攻撃に入りますオリオールズ、この回のトップバッターはコーナイン、最初の打席はピッチャーゴロ、ファーストライナー抜けた、ヒット、ボールは中継。前の打席にヒットを放っているジョンソン、流し打ちどうだ、ライナー1、2塁間抜けた、これもヒットになった。さあ勝ち越しのチャンスにバッターパターソン、打った、バットのやや根元、セカンド右、セカンド取った、二塁フォースアウト、一塁はセーフ。さあ勝ち越しのチャンスにバッターロバーツ、犠牲フライでもランナーを返せる場面、センターへの打球掴んだ、コーナイン、スタートを切った、オリオールズ勝ち越し成功、ロバーツセンターへの犠牲フライ。まずは一塁牽制、外した、キャッチャー二塁へ送球、セーフ。さあワンボールから2球目ストライク、ストライク決まった。さあ4球目直球に送ってボール、さあ平行カウントになって、おつけだ、ライトの前、アギラ前進してくる、ヒット、パターソンホームイン、オリオールズさらに1点追加。バッターリボンズ、内野は長打を警戒します。さあ1球目ストライクから内角ボール球打った、高いバウンド、一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウト、チェンジ。前半終わって3対1オリオールズ、2点勝ち越しです。試合は後半6回に入ります、2点を追いかけますマーリンズ、この回のトップバッターはヘルムス、センターの前どうだ、パターソン前に出る、ヒット、ヘルムス今日初めてのヒットになりました。流し打ちどうだ、ラインドライブ、リボンズ
二塁でストップ、アバークロービー3打席連続ヒット。さあチャンスを広げています。真ん中打った、ファール、キャッチャー掴んだ。さあ初球ファールから速球打った、一二塁間、二塁送球、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ。マリンズ今日3つ目のダブルプレイ。バッターはメジャー2年目のウィリンガム。初球は打った、セカンド取った、ボールを取って一塁へ、一塁アウト、これでスリーアウトチェンジ。三塁ランナー残塁です。6回の表が終わって3対1オリオールズ、2点リードは変わりません。これから攻撃に入りますオリオールズ。この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。先頭バッターは4番テハダ、セカンド取った、一塁送球、アウト、ワンアウト。テハダセカンドゴロに倒れました。バッターはボーラ、初球打ちました、ヒット。バッターはロペス、今日3打席目。オリオールズここまで9安打。まずは一塁牽制、スライダーストライク。さあ初球ストライクから決まった、ストライク。バッター追い込まれた。さあ追い込んでから外れた、ボール、2ストライク1ボール。高い球った、ライナー三遊間抜けだ、セピッキーずっと追っていく、ボーラ2塁回って3塁へ、これもヒット、アットランナー3塁も回った。オリオールズさらに1点追加、ロペスダブルを放ちました。オリオールズここまで10安打、スライダー決まってストライク。第2球はこれはボール、そして3球目、チェンジアップ打ちました、ふわっと上がった打球、サードだ、アバークロモビー前進してくる、落ちました、ブルーパーヒット、ロペスホームイン、オリオールズさらに1点追加。ここでタイムがかかります。マーリンズピッチャーが変わるようです。マウンドに上がったのはボウヤー、今シーズン24試合目の登板。ここでタイムがかかります。さあここはダイソーを起用する。ニューハン一塁に入りました。さあ1球目、フルスイング空振り、ボールを取って二塁へ、セーフ。外のボール球打った、高いバウンド、一塁アウト、ツーアウトです。ジョンソン内野ゴロに倒れました。さあ追加点のチャンスになったパターソン、ストレート打ちました、三遊間、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトになりました。6回の裏が終わって5対1オリオールズ、この回も2点を追加しています。試合は終盤7回に入ります。4点を追いかけますマーリンズ、先頭バッターは9番セピッキー、ストライク。そして2球目、カットボール打った、ヘルナンデス落下点に入った、取りました、ワンアウト。ロペスファールフライに打ち取りました。そして次のバッターはアギラ、今日はここまで3打数1安打、空振り、フルスイング、まっすぐに送ってストライク、バッター追い込まれた。さあ3球目、バットの先端、これはピッチャー真正面、一塁送球、アウト、ツーアウトです。アギラピッチャーゴロに倒れました。今日はマルチヒット、ウーブラ、ストライク、チェンジアップ。さあ1球目ストライクから、アウトサイドをつけた、ライトの前、どうだ、ワンバウン、これはヒットになります。ウグラ2打席連続ヒット。さあ2アウトからのランナーが出ました。ここでタイムを取りました。オリオールズピッチャーが変わるようです。ロペス5番ブロワー、今日2番手としてマウンドに上がります。ストライク、そして2球目、これはボール、チェンジアップ打ちました、ヘルナンデス足が止まって構えた、掴みました、スリーアウトです。一塁ランナー残塁です。7回の表が終わって5対1オリオールズ、4点リードは変わりません。これから攻撃に入りますオリオールズ、この回は打順よく1番からの攻撃です。今日ヒットを放っているロバーツ、ヒットの数では現在リーグトップに立っています。アウト、ワンアウトです。ロバーツサードゴロに倒れました。スライダーストライク。さあ1球目空振りから、チェンジアップはボール、
さあ3球目打ちました。よく取った。ヘルナンデスセカンドゴロに倒れました。初球は外野は長打を警戒します。まっすぐ空振り。さあ2球目速球ストライク。バッター追い込まれた。さあ追い込んできた。真ん中打った。ふわっと上がった打球サードだ。これはやや上がりすぎたようです。セピッキー前に出る。落ちました。グルーパーヒット。バッターデハダ今日はここまで3打数ノーヒット。高い保った。グルンと左中間へ上がっている。ダメ押しのホームランとなるか。スキルヒットを放っているモーラ。初球打ちました。内野ゴロ。高いバウンド。一塁送球アウト。スリーアウトになりました。7回の裏が終わって7対1オリオールズ。この回も2点を追加しています。これから攻撃に入るマリーズ。この回は4番クリーンアップヒッターからの攻撃です。今シーズン絶好調のカブレラ今日はここまで3打数ノーヒット。内野ゴロ。高いバウンドアウト。ワンアウトです。カブレラショートゴロに倒れました。バッターヘルムス今日はここまで3打数1安打。フルスイング空振り。インサイド引っ張った。サード正面アウト。ツーアウトです。ヘルムスサードゴロに倒れました。初球はストライク。チェンジアップ。ワンストライクノーボール。さあ初球ストライクからアウトサイドコーナー空振り。ツーストライクノーボール。さあ追い込んでから空振り三振。アバークロムビースイングアウトの三振に倒れました。最後は空振り三振に打ち取られました。7対1オリオールズ。6点リードは変わりません。これから攻撃に入るオリオールズ。今日マルチヒットのロペス低め打ちました。ボールは後ろ。ファールボール。さあ初球ファールから豪快に引っ張った。レフト線フェアだ。アウト。ワンアウトです。ロペスサードゴロに倒れました。低め打ちました。これも内野ゴロ。ショート掴んだ。ボールを取って一塁送球アウト。ツーアウト。ニューハンショートゴロに倒れました。今日マルチヒットのジョンソン直球見送ってボール。さあボールワンからチェンジアップ打ちました。セカンド左への打球アウト。最後は内野ゴロに倒れました。8回の裏が終わって7対1オリオールズ。この回0点に終わっています。いよいよ最終回を迎えました。これから攻撃に入ります。今日はマルチヒットラミレス。高め打ちました。高いバウンド。ピッチャー取った。ボールを取って一塁送球アウト。ワンアウト。バッターはウィニング。今日はここまで3打数ノーヒット。直球空振り。ボール。カーブ外れました。ワンストライクワンボール。アウトサイドコーナー打ちました。ショート正面アウト。ツーアウトです。さあいよいよあと1人。バッターセピッキー。オリオールズ連勝目前。チェンジアップ空振り。ワンストライクノーボール。ボール。スライダー外れました。ボール。直球外れました。さあバッティングカウントになって打ちました。バットの先フラフラッと上がった。これはやや上がりすぎたようです。手原中手に入った。取りました。ゲームセット。マリンズ今日の一戦も勝利ならず連敗です。さあ今日の試合をハイライトでご覧ください。
投手はロペス、今シーズン4勝目を挙げています。負け投手はジョンソン。今シーズン9敗目。今日はインターリーグの模様をお伝えいたしました。バリー、残念ながら勝利なりませんでした。実況は谷口博明でした。またお会いしましょう。